どうもこんにちは、鈴川彩子です。ひたちです。本日はこちら、黒猫ヤマトさんの黒猫メンバーズのポイントでもらった商品を、見てみたいと思います。黒猫ヤマトさんの、まあ、ウェブのねサービス、黒猫メンバーズでなんかねポイントがね知らぬ間に結構たまってまして、ポイントでカタログギフトじゃないですけど、いろんなねこう商品に交換がそうできるようになってて、で今回私はねこの2つをちょっとチョイスして、交換してみました。これもね黒猫ヤマトのね荷物として到着しました。じゃあまずどっちから見てみる？こっちかい。こっちはねすごい見て、このかわいいね、まずトラックの宅急便トラックの箱に入ってて、お後ろもちゃんとこれほらリアルに開くんじゃないのこれ、うん、ちょっとここ開けてみる。ほらほら本当のトラックみたいに止まってる。なんか硬いけど、お開いた開いた、ほらほらほらすごいちゃんとトラックの後ろの開き方してる。なんか入ってる？これ、お入ってた。じゃじゃーん、じゃじゃんじゃじゃーん。今回私はですね黒猫ポイント B セットの、お菓子セット、なんか黒猫どら焼きとか、あすごい何これ、ヤマトグループのドーナツ。これ当てる？それ何？あこれ黒猫どら焼きじゃない？当てる？これ食べる？すごいね。あ銀座スワン蜂蜜プリンだって、美味しそう。なんかカラメルソースもついてます。美味しいよ、美味しいよ。おーかわいい、すごい、うん、いいね。甘いやつ、甘いやつ食べてごらん。お座りして食べて。どう？おいしい、おいしい、お写真だし、うん、うん、おいしい。ちょっとねこれティッシュケースになりそうなんですけど、明らかにこういうねちょっと質のいいティッシュはまず入らないですね、サイズが。で、まあ、この通常のクリネックス、これもね明らかにこう横幅が入りませんね。箱から出せばいけそうだね。そしてこちらですね、大型トラック10トン車のミニカー。開けます。開けます。何入ってる？何？おお。トミカ？トミカじゃない。トミカより大きいよこれは。結構これしっかりしてますよ。ちょっと見して、チェック最初。ありがとう、すごいね。すごい？うん。見て、後ろ開くちゃんと。ちゃんと。何入ってるの？何も入ってないけど、荷物がね、入れるとこちゃんとありますよ。大きい。10トンだから相当だよ。ねえ。後ろは？あ、すごいなんか。すごいね。いいね。いいよ、遊んで。こう？そうそうそう。すごいじゃん。結構重量ありますよこれ、ずっしりと重い、うん、特にフルバッグとかではないね。でも普通にこう走らせられるね。でちなみにねこちらの2つも、これ全く同じかちょっと分かりませんけど、これもねそのポイントの特典でもらえるやつです。これはねもともと我が家にありました。すごい、うん、トミカじゃない。そうトミカじゃないけど、でもトミカみたいなサイズ感だね。ここら辺もほらここが開くのかな。おー、これ違う？違うよ、これもほらここ開いたりしてドアがねえ、うん、これ一番大きいね、10トンだもん今回もらったやつ、ねえすごいね。これはこれ後ろも開きます。これもだね。でも後ろ開く？うん、ほらほらこんな感じで開きます。身近なね配達に来てくれる車がミニカーでもらえるのは嬉しいよね。しかもやっぱ実際に販売してないものだからさね。え10トンいいですよね。えこれでいろいろトミカではないけどいろいろトミカタウンにね組み込んで遊んだりしてもいいですね。街のね働く車、大きい、大きい、これ大きいよ今回の。うわ勢ぞろい。黒猫ヤマトさんね、こう利用される方は絶対ね、黒猫メンバーズ登録してポイント貯めた方がですね、こうなんかもらえたりしちゃうとお得なので、ぜひぜひ気になった方はチェックしてみてはいかがでしょうか。はい、ということで以上、黒猫ヤマトの黒猫メンバーズポイントでもらったものでした。ありがとうございました。
がとうございます。